はいどうもピオキングです。今日もですねみんなでバトルやっていきますが、ちょっとレートがね5500を超えたあたりからめちゃくちゃ調子がいいんですよ。でその5600台にねもう到達しそうなんですよね。あと2回ぐらい勝てば到達するんですけど、今日はですねその5600を目標にしていきたいと思います。まあ別に5600をね行かなきゃやめないっていうわけじゃないんですけど、まあ目標ですね。普段からねレートを全く気にしない僕ですけど、一応ですね目指すべきところっていうのが僕にありまして、それはですねとりあえずピンク S プラスになること。まあこれが目標ですよね。ちょっと待って、これはちょっとこの子に気をつけていきましょう。やった、これチャンスだね。だいたいこういうマリオってね、まあマリオのゲームって落ち着いていけばね結構勝てるんですよ。だから僕最近ね落ち着いていくことを覚えました。でこれは上のドアかな、どっちだろう。いや投げてくるようですよ、絶対投げてくる。いや投げてこなかった、危ねえ。いやルイージ結構危ないよそれね、結構危ないよ。チビだからね結構怖いんでしょう。結構遅いね遅いんですけど、これはブンブンね。ちょっと待って速攻倒そう、ちょっと待って速攻倒します。僕速攻倒して、いやっとこっから、いやーうめえめっちゃうめえ、負けましたうまかったね。いや非常に素晴らしい。ボムオムボムオムボムオム。さて今回はコース名にのっとってボムが結構必要になるようなコースなんじゃないかなって思うんですけど、これは上だね。あ待って、このスネークブロックに乗ってったら、いやどっか行くと思ったけどどこも行かないんだ。そしてこのまま右に渡っていきます。うわここら辺でなんかね敵キャラとかいそうですけど、ジャンプ。なんだこれ、あのねキノピオさっきからめっちゃ負けてるんですよね。マジで強いんだよな、あのモフさんっていう人、まあ、顔は怒ってるんですよこのモフさん。もう結構強欲なんだよな、結構攻撃的でね見て見て、やっぱね勝つ人っていうのはこんくらい攻撃的じゃないといけないのかなって思ってしまいますね。これは僕戻ってアイテム取っていきます。よしオッケー、多分これで、うー待って待って、アイテム無駄した、アイテム、アイテムもういつもこうなんですよね。もうアイテムを取ってしまうとねすぐ当たってしまう感じなんですけど、多分これまたモフさん勝つんじゃないかなって思います。待ってもうマジでじゃもうまあいいや、これ上から、えキノピコ仲良く行こうね、キノピコ仲良く行きましょう、ありがとうね。僕の1個取って、え待って1個まあいいや先でまたあるでしょうね。ねまたねちょっと前の話に戻るんですけどね、あのキーホルダーの件、僕自分のキーホルダーをですね皆さんにあげたんですよ。まあ参加者の方が多かったんで、またね自分のキーホルダーをですねリスナーさんの方にねあげたんですよ。であげたのはいいんですけどね、ちょっと待ってこれもう無理じゃん。であげたのはいいんですけどね、おソロでねつけたいって言ってくれてる方もねたくさんいてですね、よしオッケー、これ猫があったらいけるくない、よしオッケー。でマリオは、マリオもう先行ってる感じ、猫なしで、いやこの子で多分猫取ったね、多分マリオ多分猫取ってるよ、だから多分どんどん先に行ってると思うんですよね。よしオッケー、このままジャンプ。うわマリオはいないね、やっぱ取ってるか。キリタンポちゃん、キリタンポちゃん結構強かったもんな。キリタンポ食べたいね。キリタンポってみんな知ってる、あの東北って言っても分かんないかな。ねどう言えばいいだろう、北海道の下ぐらいのね名物なんですよ、まあ、キリタンポ鍋っつってね、まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、よしマリオに追いつきましたね。このマリオは攻撃していきたいんですけど、なるほどそこでゴールか。上下左右へ大冒険、うわ難しそう。いや難しそうだけどめっちゃ楽しそうだね。さあマリオ連れてっておくれ、ちょっと待ってそこで投げる一番遅いじゃんマリオ。さてこれは上から行こっか、上から行って次は次このまま上に行きます。よしオッケー、ジャンプ。うわー結構今のはきついな、やっぱね争っちゃうとねああいう時、まあ、狭いところは結構きついよね。よしオッケージャンプ、ちょっと待ってね、キノピコキノピコ待って、いやちょっとちょいやった、よしオッケー、これはこれはこのまま行くか、よしオッケー、よしいいねいいね。あのオンオフはきついねあのオンオフはきつい、あのみんなと言ったら絶対きついんで、さて今度はキノピコが1位ですね。僕はどんどん上に行くか、よしじゃあでこれは左からだね、いや右か、どっちでもいい、どっちでもいいんですけど、これはどんどんちくわブロックね。確かにいろんな感じ、いろんな感じのコースが出てきてます。でここで僕マリオを抜きたいと思います。よし、うわ待って、隠し僕は基地、よしジャンプ、いやマリオとなかなかいい勝負してるね。ちょっと待って、この風を味方につけました僕、はい、いや全然味方になってねよしで次はあのキノピオがねもう一人で行ってるからねめっちゃ早いんだよな。で次ここ、よしオッケー、マリオ抜きました。よしでキノピオも抜いていきます。よし来た、ここは右、これはこっちで左、来た
いや、この逆転劇は素晴らしいでしょう。で、次左でしょ。 OK、 よし。え、キノピオはまだ来てない。え、この逆転劇マジで結構すごいと思うんですけどね。ここはゆっくり慎重に行って勝ちを狙いたいと思います。これはマジでよし、勝ったら非常に素晴らしいと思うんで、ここでねラストバトルにしたいと思います。マジで金魚来ないでね、マジで金魚来ないでね。よし、これで終わりっしょ。うわ、今度落ちるパターンね。マジか、ここで負けそう、ここで抜かれそう。ちょっと待って、マジかよ、こんなんがあるんだ。上下左右って書いてたもんね、確かに。いや、非常に素晴らしいコースですね、このコース。作るのに何時間かかったことやらって思うんですけど、いやでもこんだけね、やっぱ入り組んでたら追跡してくる人もね結構きついと思うんだよな。しかもまだ誰も来てないしね。まだ誰も来てないしね、もう余裕でしょこれは。まあ多分ゆっくり行けば、ゆっくり行ってもいいと思うんで、僕ゆっくり行きますね。よし、でこれは左でしょ。あ、なんか終わりっぽい、このコースでここで終わりっぽいね。よし、オッケー。それじゃあここだけほっ、ここむずいな。待って、ここは追跡される前にぜひゴールしておきたいところですね。ジャンプジャンプジャンプ、オッケー。さて、今日もですね非常に可愛らしいコメントをいただきました。どんなコメントかって言いますと、ピオさんは今まで見てきたマリメ実況者の中で一番マリメで怒らない実況だよっていうコメントなんですよね。いや、非常に可愛らしいコメントです。確かに僕はね、いろんなマリメ実況者いると思うんですよ。でもですね、僕は怒らないっていうより、みんな多分怒ってないよ、多分演技で怒ってるだけだと思うんですよね。よし、オッケー、ナイス1、ナイス1ですけど、ここでオンオフしていきますね。みんなのために僕ボランティアしたよね、ちゃんと。僕分かってましたよ、こうちゃんとね、このオンオフは見えました。ほら、いいことするとね、なんかいいことが起きるんですよ。これで僕はね安心していきますね。で、これはジャンプ、よし、これで勝って終わろね、これで勝って終わろ。そろそろね、僕終わりにしたいと思います。結構長い時間やってるんですよ僕。うん、今日でめっちゃ回り目だけでね相当な時間やってます。何時間ぐらい取れた。あ、これもう渡っていこうか。うわ、意味ねえ、こっちマジ意味ねえ、ちょっと待って、うわー、止まれんかった、マジかよ、うっそー。右じゃないのか、あ、でも中間ポイントあるのか、ラッキーラッキー。これ上だね、みんな、ちょっと待って、これもう当たっていいやろ、もうこれ当たっていくしかないよねあれで。これは右行こうか、よし、うわ、ギリギリだったね。で、この何これ、これを抜けていきます。あ、これ取っていこう、このキノコ取っていこう。そして、あ、待って、これパワーブロックで叩いておいて、待って、キノピコ、ちょっと待って待って待って、やられて、もうやられて、はいはい、誰かやって、誰かやって、よしよし、よし、抜け、キノピコ抜け、よし、危ない、うわ、今絶対狙った、絶対狙った、マジでやられて、こっち来て、うわ、ゆきちゃんこ。あ、ゆきちゃんこじゃね、ゆきちゃこさんね。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。